こんにちはまあ根拠はいらないということでね深夜のコソコソ話舞姫大学ナミさんから動画の方を送っていただきました根拠って考えすぎると今度行動できなくなっちゃうんですよねでそもそも根拠を私たちは見つけられるのかそしてそれを誰かに提示された時にその根拠が根拠足りえるという判断ができるのかってことがあるんですよですんで私はねこう思うんですよナミさんが言われるようにあれこれ根拠を考えるよりも まずやってみることやった結果が根拠になると思うんですよねまあアフィリエイトに限らずさまざまなビジネスや恋愛やそれからその他のねさまざまな悩み事で多くの人の意見を聞くってことはあると思いますそして大きなデータにやっぱり目を傾ける耳を傾けるってことはあると思うんですよえー、アフィリエイトでしたらね例えばこういうふうなキーワードを使うとアクセスが集まる傾向があるみたいなねそういうふうなアナリティクスというのはやっていくと思うんですよ でも、所詮、自分が行動していない限り、他の人のデータなんですよ。1万人、10万人が、そういう行動の結果を根拠として提示していても、自分が行動していなければね、その1万人とは違う人格、違う行動が自分の行動ですから。ですから、参考には十分なりますし、参考にしなければならないんですけども、根拠を深掘りするがあまりですね、逆の根拠、うまくいかない根拠も、必ず見つけてしまうんですよ。 ね、やってみてダメだったらどうするとかねやってみたんだけどダメだったとかっていうそういうふうなデータも残ってるわけじゃないですかそしたら今度それが気になってやっぱでもなリスクがあるなっていうふうに考えちゃうんですよでも最もリスクなのはこうやってリサーチしてるつもりで時間が過ぎていくことなんですよね、まあ、ですので自分が実際に自分の意思で自分の商品で自分の喋りでトークで思考でやってみてどうかなっていうふうな 結果が根拠となって積み重なっていってだん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 精度を増していくっていうふうに考えればいいんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりね、あの、例えば恋愛でしたら、あの男女がね、お付き合いしていて、こんなトラブルの時はこういうふうな解決方法がありますよみたいなのは、他者の実績であり、他者の根拠なんですよ。その人とは違う人格と違う自分がやることによっては、違う結果が出る可能性があります。ですんで、 自分の体験というのはかなり大事になってくるんですよね。でもだからといって自分の体験だけを頼りにしていてはこれまたね自分とは違った人の思考っていうのも恋愛でもビジネスでも入ってきますからつまりビジネスでやり取りする恋愛でやり取りする相手の人も同じぐらいのデータリサーチはしてるはずなんですよ。そそうなるとそのデーータリサーチに 何かしかの影響を受けてそういうふうな多数が選ぶような選択をする可能性がありますので自分の行動の根拠とまで言わなくても参考にマクロな視点を見ることも大事なんですよね。こういうふうな全体像マクロなあ視点と自分個人のミクロな視点っていうのを組み合わせて人との関係を図っていったりとか新しいチャレンジに生かしていくっていうのはどうかなと思いますけどね。じゃあ今会もありがとうございました。